か最近声小さい気がするな。若干上げるか。あードゥ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 やるか。始める。普通遅い、早い印象。何事もスピードアップの時代だ。地球から来た少年、どういう立場だ。己の置かれた立場が理解できる。アルガム合衆、この世界には背中に小さな貝をつけた怪獣という生き物が住んでいました。怪獣たちは世の中の平和の守り神として怪獣島で楽しく暮らしていました。読みづれ。怪獣島には島の守りとして3つの貝が祀られていました。昔は4つあったその貝も暗黒大魔王との戦いで1つは遥か彼方に飛ばされてしまったのです。まあ、3つ残ってんだったらなんとかなるでしょう。怪獣島には古くからこんな言い伝えがありました。いつの日か再び暗黒の闇より大魔王が蘇るとき、天空の彼方より火の貝をまといし勇者が舞い降りる。よくある話だ。その時こそ火水大地大気の4つの貝、大気って暗黒の闇より蘇りし大魔王を封じ込める。大気あんま聞かねえな。火水地風じゃないの。大気。そして今千年の間暗黒の闇に封じ込められていた大魔王ファットバジャーがその上に、あ、ファットバジャーってファミコンのボスだったのか。大陸の村々を次々と滅ぼし闇に積んでいったのかしら。それを知った怪獣島の長老は再びファットバッジャーを倒すべく、島の中からちょっとうるさい画面が、3人の子供たちを見つけ出しました。ファットバッジャーショック。一刻も早く天空より迷い、火の貝をまたいし勇者と力を合わせ、暗黒大魔王を倒すのじゃ。そして小さな勇者たちはファットバッジャーを倒すため旅立っていきました。しかしファットバジャーの魔力によって3人はバラバラにされてしまった。長いわあらすじ。そして小さな4人の勇者の冒険が始まります。がっつりがっつりとしたもんだ。ここは万葉のお城、王様の部屋、一人の少年がたどり着いた。万葉、あなたこそ火の貝をまといし伝説の勇者です。噂では背中に小さな貝をつけた怪獣たちが大気、水、大地の3つの貝を携えてこの世のどこかにいるそうです。暗黒の闇より蘇りし大魔王ファットバジャーはすでに多くの村を暗黒の闇で覆い尽くしています。一刻も早く伝説の貝を持つ怪獣たちと力を合わせ、ファットバジャーを打ち出しこの世界に再び明るい光を取り戻してください。喋りすぎじゃんお前。王様、王様的やつ、王様的やつがいる。ああ、話長かった。石畳避難所かよ。キノコ。長い旅に出るときはテントを持っておきなさい。 FF かのようだ。ハンプステンの北の足、レハレッタの北の島、どこかにテント屋がいるはずだ。テントぐらいそこら辺で売っててくれ、頼む。ハゲ？毎度ここは酒屋です。1本15パルだけど買っていくわ。買わねえ。なんで最初に買うのが酒なんだ。占いおじいち、占いをするにはじ、買わねえ。なんじゃたわけもん。お前なんか呪われてしまい。危ねえな、こいつ。気が立ってる。薬屋です。神頼み。水筒。こんなもん買ってる場合じゃないんだ。なんだこれは。今は行けぬ場所。どこから行くんだあれは。どこぞから行くんだ。こいつか。お前か。私は旅を続けていたのだがもう力尽きた。
じゃあどいてくれ。お願いです。水を一人。わかったぜ。そしたらあの地下からそこに行けるってわけだな。読んだぜ。一等です。よし、この7パールは必要投資。必要経費だ。やるぜ。俺に地下室の入り口を教えてあげましょう。どけ。よし、消えた。教えるっていうか消えた。落ち着かねえな、こんな地下。落ち着かねえよ。引っ越すわ、こんな地下。よし、来た。いきなり探す。チンスカ、何かないかと探してみた。冷蔵庫じゃねえんだぞ。鍵やかて。おい、うりゃ、ポイズンの、開けるぞ。くそ、ポイズンのしか手に入らねえじゃねえかよ、これだったら。ポイズンの。おお、その貝の首飾りや、お主が選ばれて4人の勇者じゃな。この世界に4人の民のお坊様と4人のジプシーのおばばがお主たちを待っている。8人のじいさんばあさん。旅のお坊様やジプシーのおばばに会わなければ絶対にファットバジャーは、なんてじいさんばあさんに謁見しないといけないんだよ。権力者と違う。神殿に旅のお坊様がいるという話です。わかったわかった。もう情報はいいわ。氷、シルバーキー。俺は、キーにかけるぜ。キーにかける、ギャンブルだ。何が入っているかわからん。だが、たぎる。鍵。たぎるぞ。シルバーキーだ。ラッキーベロを見つけた。あ、そしてここが開くかもしれない。戦士の友。何、戦士の友って。ご飯の友。戦士に振りかけるのか。ホーリーを見つけた。それじゃ、何ホーリーって。いや、わからんから。何ホーリーって。エアリスが使うやつか。俺武器持ってんのっていうか、ナイフと革の服を持ってる。心もとないな、ナイフじゃん。いや、待て。いや、待て。ちょっと一旦何が売ってるか見せてくれ。ナイフ、槍、勇気のマント。勇気のマント強そうだな。戦士の鎧、戦士の盾。なるほど。ホテル。ホテルパシフィック。ハゲオヤジじゃねえか。民宿だよ。ハゲオヤジが経営してたらそれはもう民宿だ。の悪魔の手先の出現。ヤマヒルとノッペラが出てきた。許さんぞ。なんだ、俺がいるんだけど。太ってるな、俺。中性脂肪が。ライブ会場の最前列の客だ。なあ、ノッペラ。よしよしよし、ヤマヒルにこんなに近くで会えるなんてめったにない。ヤマヒルにこの距離で、なんでまだ死なないんだよ、ヤマヒルが。勝てよ、ヤマヒル。ちょっと待ってくれ。あ、でもこれならいけるかもしれない。ヤマヒルとノッペラを。ヤマヒル、そしてノッペラ。おいよ、勝てないだろこれ。感覚的に参りました。逃げます。シンスカはノッペラに背中を見せて逃げた。引っかかる表現だ。そんな言い方ないだろ。ホテルマイヨーです。サインお願いします。
A 級師範代新助と。おい、5パールって。ふざけるなよ。もうチャンスはそうないな。しかもこれアイテム売るかも。武器買わんとダメだ。ホーリーとかでしょ。待てよ、ホーリーは回復じゃないのか。戦士の友はなんだ。心の意志はない。あんた、そんなもの売るなんてバカなことをやめよ。なんなんだよ、じゃあ心の意志は。使うしかねえな。買ってみよう、何でも経験だ。しかし何も起こらなかった。説明が欲しいな。この町のどこかに地下室があるらしいぜ。全部らしいだな、こいつは。お、教会。教会があるらしいぜ。復活。セーブ。僕の経験値か。くぅー。痺れるな、このゲーム。痺れるゲームだ。なかなかね。チャイルズクエストを想起させる。山昼、山犬。山犬とヒロを組み合わせた。陰獣チックな敵だ。おたげ。攻撃はおたげの。山昼、格付け休んでるんだよ。よし、勝った。経験値2と3パール。よし、いい収入だ。なんとかプラス収支に持っていきたい。まずはそこからだ。しびれるな、このゲーム。サンドキラー？砂の殺し屋。3ポイント！叫んだよ。強すぎるだろ、サンドキラー。シンスキはサンドキラー。サンドキラーに巻き込まれた。これもう人生の敗北者だ。でこれもう敗北者だろ、俺。これさ、ホーリー使ってみようか。多分回復でしょ？ホーリーを飲んだシンスケの体が宙に浮かび上がる。は？そんな効果。え？あー、戻る的な。戦士の友は？自分に戦士の友を使った。シンスケはもりもり元気ができてる。はいはい。戦士の友が回復だ。そんな程度かよ。ポイズンの方が多分毒消すやつでしょ。ラッキーベラ何かな？使ってみようか。ラッキーベラ戦闘中か？あるいは。まあまあ必要経費だ、これは。のっぺらー！差しの勝負なら俺に分があるぞ。1対1なら。積み重ねた歴史に自信がある。オート。オートだ！オートオタゲチク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 。ドラクエ1の主人公のような男。あと一撃だ。経験値って5パール？よし！終始トントンになったぞ。たまらねえ。住んでいる俺は。確かな前進。こういうのでいいんだよ。確かな前進だ。さあ、もう一回倒せば。俺はレベルが上がる。天に昇るだろう。水コウモリ！俺の血を吸おうとしている。それだけは許されない。チク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 。おお、顔が。倒したな。あ、弱い。弱いじゃん、水コウモリ。経験値1ってなんだよ。避けるなよ。ここに来て。あいつ一番弱かったのかじゃあ。あと
ッチで上がるんだよ、レベルが。おし、この治水コウモリでいいんだよ。経験値1と4倍、最大 VP が18になった。4アップ、攻撃力が3。ちょっと待ってくれ、3も上がったぞ。攻撃力が3。おたげに磨きがかかる。さあ勝ってこい、もう今までの俺ではないぞ。いやちょっと待って、宿に泊まるか。満身を制する。自制した形。火の回、攻撃力と守備力しかないのに、ね、余計なものがない。賢さみたいな余計なものがないのはいい。有事はすぐ余計なものをつける。チュクチュクチュク、4ポイント。のっぺら、のけ、お前もう終わりだ。格付けはすんだ。格付けは済んだんだよ。もう、お前は逆立ちしても勝てないぜ。セーブすか。え、7の経験値って嘘だろ。最初レベル2になるのに6必要で、レベル3になるのに9ってこと。まあ上げれに決まってるじゃん。そしてレベル3になった時、俺はもう敵や、俺の敵はもういない。勝てんぜこれは、勝てんぜ。これは勝てんぜだろ。いうか治水コウモリじゃねえか。え、今経験値4じゃなかった？なぜ1プラス1が4になったんだけど。人火が炎になった。ポイズグリーン持ち歩く。黙れ。あいつら1プラス1を4にする力を持ってる。よいしょ、2。でもあと1回で上がるじゃん。簡単じゃん、怪獣物語。敵を倒せばいい。着実に前に進んでいく。1988年、まあバブル真っ盛りに作られたゲームだな。不動産を買えば値が上がる時代のゲームだ。当時の時代背景が投影されている。RPG のシステムとして。すごいな、お前。俺のおたげを見ろ。経験値3。え、ランダムなの。シンスカレベルが上がった。1ないし2ってことか、あいつ。最大 VP が21。攻撃力3。守備力3か。宝箱も。シンスカ宝箱を開けた。神頼み。もう使わんとわからん。神頼み。シンスカのベビは回復した。おいくらですか？20万単になってんじゃん。行くわ、俺じゃん。誰も勝てん。勝てんぜ。ポイズグリーン。毒に侵された。やめ。それだけはやめてくれ。それはダメだ。え？ダメージ2ってどういうこと？何？ひょっとして毒ってさ、俺らのよく知る
数歩歩いたらブワッってなって食らうやつじゃなくて、ダメージ下がるの。何そのリアルな毒。ハンターハンターとかの毒じゃない。筋繊維を奪う。筋繊維が縮小してる。誰の毒。もう俺存在が毒になる。存在が毒に。じゃあ毒はポイズノンを使います。シンスカ自分にポイズノンを使った。毒が消えたぜ。さあ行くぜ。あいつやばいな。ポイズなんちゃら。ヤマヒル頑張れ。ベンズナイフの攻撃型。クジラ一匹とかを動けなくするとか。サンドキラー。サンドマン。このゲームには素早さという概念は一切ないのか。先行させてくれ。ちょっと待ってくれ。いや、何にもない。何にもない。ちょっと待って。ハート様。あ、おわっすか。おは。やはり何もない。やはりってなんだ。いや、ちょっと待って、広大すぎる。広大すぎる。クローバー。砂漠やぞ。なぜこんな文明を。なぜ砂漠にこんな奴らがいる。衣装を描くか。いっと待てち。俺の満身が。あ、でもここまで来れば。よし、シーコウモリ。まあまあまあ、あれ大丈夫。あと2回、あと1回に逃げ、失敗できる。よし、なんとか帰れるかもしれん。お家に。お家に帰らせてくれ。でん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 。お家に。でん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 。終わった。すべてが終わった瞬間。シンスカ死んでしまった。そして魂が体から抜け出した。幽体離脱。からの処世。あ、復活させてくれた。じゃあお気をつけて。セオさん、お金が。あ、パール、あれ失ってない。失ったか。半分になった。失ってないよ。失ったか。まあどっちでもいい。全然ダメじゃん。強くなったと思ったのに俺。まだまだ上がいる。あと4の経験値。まあでも、レベル上げりゃいいでしょ。4も、レベル4にもすぐにでもなる。明日にでも。ってことはレベル5にもそんな遠くない未来になるはずだ。レベル上げりゃいいんだ。ペラをやっつけた。ふん。くだらん。このゲーム面白いな。何の期待もしなかったけど。何がフロークマンだ。俺はシンスケだぞ。
ミリでも経験値10ぐらいあるでしょ。いやいやいや、ホスピホスピホスピでで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 、超面白いこのゲーム、超面白い。金取られてる。うわっ、なんだ、半分取られてるなこれ。くそ。いや微妙に半分じゃないぞ。30が17ってことは何、いくら取ってんの。3分の1取ってんのかこいつらとして。そんなゲームある、所持金の3分の1持っていくと。いだいぶ甘いな。お前らもう許さん。うらおった。あ、いや。いや、一回倒したんだ、俺的に。失礼。じゃあ半分持っていかれた。最大 VP が25になった。3、3ばっかりだ。だからもうそれでいい。俺は3、3。3、3のシンスケだ。バンドキラー。終わりだよ。家か武器買う必要あるこれ。その俺が一番だ。そのしんすけが一番だよ。しんすけは毒に侵された。それ強いんじゃ、毒に侵されたが。いやちょっと待ってくれよ、この毒半端じゃねえぞ、この毒の強さ。おい、どっち攻撃してんのお前。バランス理論やめろ。え、なにこいつ、気分で変えてる。シンスカは攻撃を跳ね返した。何跳ね返したって。ポイズンのだろ。おい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 、ういラッキーベルの効能も試したいところだ。もうやめろ、ポイズグリーン、ほんとに。遅延行為だろ、これ。動けるな。よし、それでいい。ちょっと素早さがないから、いつまで経ってもポイズグリーンの恐怖に怯えないといけない。恐怖。よし、ちょっとラッキーベルを使ってみるか。あ、戦わしちゃった。ラッキーベル。どうラッキーなんだ。トッペラ狂ったように逃げ出して。狂ったように。終わりかい。次から売る。ラッキーベル。ひょっとしたら効果ランダムなのかもしれない。効果ランダムだったとしてもいいな。売るわ。しかも狂ったように逃げ出しちゃった。ただ逃げただけではない。狂ったように逃げるんだ。それがラッキーベル。ラッキーベルってスーパーが近所にある。ラッキーピエロ。オペラは財布を残していった。財布に20%入ってった。常識が問われるな、このゲーム。落ちていた財布をどう扱うか。常識が。より75!あ!勇気のマントも持つんだ。持つだな。のマントかこれ。でも待てよ、戦士の鎧があるだろ。勇気のマントはちょっと、いやでも俺、そこは俺、こういうの順番に買っていくのが好きなんだよ。勇気のマントをくれ。何より勇気と下取りシステム、ありがとう。なんという親切。さあ強さ、俺はどうなった。
かよくわかんないけど多分強くなった。多分強い。ヤマヒル終わりだよ。もう俺上行くぞ。レベル4に上がって勇気のマントも手に入れたんだ。もう俺は世界でも通用する。もうこれ逃げろ、ポイズングリーン。リスクが高い。エラメラだがな。ハエン！全然いける。俺はメラメラにだって通用するぞ。どけメラメラ。てか、カエンの術弱すぎるな。魔法。カエンの魔法。4食らわす魔法って何？ 10 ぐらい食らわせる。食らわせないと。シンスカ攻撃を跳ね返した。跳ね返してねえじゃん。跳ね返したってんだったらダメージを与えてほしい。経験値ちょっと待って。財布を残していった。警察に届けるという。50%! よし、帰ろう。財布の取り合いだ、このゲーム。こっちが敵に負けたら敵が俺の財布を取る。俺が敵を倒したら敵の財布を取る。このシンプルなシステム。このシンプルさ。これが怪獣物語だ。シルバーキー。経済が学べる。怪獣物語は。さあ、行くぞ。ついにこのラスト宝箱。おい、は？赤字やんけ。25で10いくつのものを拾うって。お前誰だ？火の会の勇者と大地の会の勇者とが初めに会うのが近道じゃん。だからなんだ？大地の会の勇者はどこにいるの？情報にもなってない。株価は上がるかもしれない。上がりそうな株価を買うのが近道じゃ。セーブ。35。え、35って。これ今レベルいくつ？4。ちょっと待って、4まであんなに会長に上がっていたものがなんだよ、急に。どうしたんだよ。何か言ってくれよ。何が起きたんだよ。もうパスした。何パス。お前パスはしたかい。なんだこりゃ。そなたはまだ子供なのにファットバジャーを倒しに旅立つと。なんと勇敢な子供じゃ。そなたに心の意志を50パールを授ける。このお金で旅の仕事を整えるがいい。頼んだぞ、ピクピク。急にサイドストーリーが。私、バナナ姫は勇気のある人ですぎたら頑張って。パスしたぞ。そなたはぼーっとした顔しておるが、そんなことでファット。至るところで同じ光景が。シンクロニシティが。ポヨン。この世界でファットバージャーのためにフォローをされても時間の問題じゃ。もはや頼りはそなただけ。ちゃあ、同じこと4回やらんといかんのかよ、じゃあ。私は王女メロン、マムさんは攻撃の方たくさん。同じこと4回もせにはならんの。めちゃくちゃめんどくせえな、これ。斬新ってかめんどくせえな。楽しみは4倍じゃねえよ。まあでもそれはそうかもしれん。俺は RPG の最初の方が好きだから。序盤が4回も。ありがたく涙が出るぜ。
涙がちょちょぎれてる。死刑周辺。強者の匂いを求め、気の向くままに。ある日、ニトログリセリンが一斉に固まった。集まった時のワクワク。あんなしょぼい奴らと集まったところで何が生まれるんだよ。まだライアンとかがあったらさ、何か起こるかもしれないって思うけど、ライアンやトルネコと。あんなチンチクリンと集合したところで何が起こるってんだよ。何も起きねえよ。ゆとり組。ゆとり組ぐらいしょうもない集いだな。よし、これで75。財布を残していった。これがでかい。この財布。これがでかいんじゃん。武器よりおっ。さあ15から18、実にレベル1分。こいつは効くぜ。さあ金が余ってるところで酒でも買うか。酒屋。ほら酒だよ。でも子供は飲んじゃダメだよ。こいつ何歳だよ。そもそも私は町の占いおじち、占いをするぜ。では行くぞ。これ次の、西じゃ西の方角にボートが見える。え？西でいいんすか？酒は何？何酒だよ。料理酒。場所？縦11横円。君魔法使えんの？まだ覚えてない。本当か？なんか覚える気配ないんですけど。ローレシアタイプじゃないの。もう敵はいねえ、さすがに。俺は街に、ふぅおぉシャラ。なんでお前は、ここが通り手だと。やったら酒を持ってる。持ってる！シンスカはゴブリンに酒を渡した。おお、酒ってそういうことだったのか。あの、あ？誰もいないよ。会うって何？別れる？おい、シルバーキーが、いる。おい、ちょっと待って、強すぎるだろ。これ、順路じゃないのか？こんな奴らを。いや、絶対順路じゃないだろ、これ。倒せねえよ。反対もいたら。おし、ミリタを。マリリはアイサーの魔法。いや、強すぎるやろ。西に行けねえ。石が遠い。せめて倒せ、こいつらはもう許さん。アイサーやめろ、強すぎるだろ、アイサーが。そして魂が体から抜け出した。幽体離脱からの蘇生。すげえ、アイサー。半端な力で勝てん。まあ、あと20ぐらいでレベル上がるだろう。なんて厳しい戦いなんだ。もうポイズグリーンやめろよ、お前。帰れよ。素早さないからずっと毒
の恐怖に押したが怒りだ。こいつの折り方て怒りのおたげを喰らえ。大山の上も幽体離脱してる。笑えねえ。2回幽体離脱してるもんな。ドラえもんの声優が変わったことで1回、そして今また2度目の幽体離脱。シルバーキーあれいくらだったっけ、25だっけ。戻してくれ、戻したいよ。2回戻したいよ俺は。ダイアンとかも戻したい。ポイズノでかい。シルバーキー、なんでこんなにシルバーキーがいるんだ。桜木も戻してくる。サラメなんか全員戻してくる。結構金持ってるな。8パール。金銀パール。フロークマン。カエルマン。カエルマン。おい、なんだあいつ。ふてぶてしい態度。あのふてぶてしい態度を見ろ、フロークマン。許さん。お前バランスよく攻撃してないか。全員ふてぶてしくなった。何バランスよく攻撃してんだこいつ。バランス理論を基本戦略としてる。おーい、どういう両剣だよこいつ。10と15パール。いいねえ。30、4、3、あっ。だがもう俺は行く。ほら。だがもう一撃で生きるだろ、フロックマン。よし、フロックマン一撃。確かな進歩の手応え。ミリタもこんなにあっさり。もう行くぞ俺は。ふざけやがって。シルバーキー。もう何が、え、敵、あ、シンスケは悪魔の罠にかかってしまった。悪魔の呪いで体の自由が効かない。シンスケは周りを見回した。何この展開は。火が読めない。え、ボードゲームが始まったんだけど。なんだよこれ。斬新だな。ようこんなん入れたな。あ、あ、もう間に合わないじゃない。もうすぐ行けない。え？俺とこ来んのかよお前。まずい、あいつ2マス動きやがる。じゃあこっち。やばい、ズルズルの出現。ズルズルは強そうだ。弱いじゃねえか。じゃあズルズル倒していいじゃん。何の罠でもないぞこいつ。
前は何の罠でもない。行けもう。もう。フラワンだ。いい。めちゃめちゃ弱いじゃん。パズルでも何でもなく、ただ力押しでいく。ひょうきんさん。やがましい。消えろ。全員同じ強さ。ただあの一番、オサは強そうだな、こいつ。オサはやばい。こいつを倒せるかどうかだ。ね、お前お前。こいつはやばそうだ。あれ？全然そんなこともない。俺のオタゲーの前に沈んでいく。弱すぎやろ。湧いた！は？なんだった？なんだった？大掛かり。まあ、バブルってことだな。これができた当時は。このぐらいの、簡単に予算を下りていた。バブル時代ならばね。フロッグマン！逃がしてくれ。でねねねねねね。絶対死ねば、こんなの。絶対死ねば！絶対死ねば！67の経験値。いやー、これは薬草が必要だな。でも、アイテム編にはホーリーと鍵しか売ってないんだよ。薬屋！神頼みがある！ツイートは何だ？回復効果あんのか？ホーリー。神頼みを一個持ってっか。さあ、行くぞ、何度でも。俺は。チクチクチク。消えろ、山犬。許さん。悪魔の邪気。やらめしや！二発かかるじゃねえかよ。西の船はどうだった？知らん。知らんのだ、そんなもんは。俺は上に行きたいんだ。北へ向かうぞ。北へカードを使っている。アイサーの魔法。アイサーが強え。いい顔だ。いい顔で泣くな、こいつ。真相は経験値12、19パール。嘘でしょ？トバとイガリが？トバとイガリが？冗談だよな。あ、できたできた。 R ボタン押したわな。 R ボタン押したらこれできるわ。ふざけんな。なぜこんなに、ああ終わった。あいつ倒したらいいんだ。まったくふざけたゲームだぞ。悪魔の頭脇。
遠すぎる。ガンダーラぐらい遠い。神頼みを使うか。神頼みむらしく。何回死ぬんじゃ俺。次の軽減値はいくらですか。40。西行くか。もう西行くわ。さすがに終わりだよ。仲間惜しいな。仲間はこれより弱いんだぞ。俺が一生懸命育てたこいつよりも仲間は弱いんだぞ。そいつをまた一からやるってのか。ごめんだね。今日はしんすけしか動かす気にならない。あそこに何かがある。あそこに仲間がいる。おお、あのフログマを一撃で。お前も成長したもんだ。ネオマイマイいたよな。ネオマイマイ、さっきの成人式に参加してたね。お前まで。強くなってる。これクリアまでやるの。わからん。ただ俺はそこそこ気に入ってる、このゲーム。少なくともライブはライブよりは面白い。なんだお前は。どうやらお主が火の会を持つ者のようじゃろう。私はこの旅のお坊様に心の意志を持ってきた者。宝の地図を渡すように頼まれている。さあ、宝の地図を持っていくがよ。詳しいことは旅のお坊様に聞くとよいじゃろう。何？うちの地図。宝の地図。ここに何ぞやがあるってことか。こんなバツマーク抜きでもわかるよな。で、待ってくれ。捨てる。捨てられない。ちょっと待って。アイテム欄がさ。アイテム欄？預けられるよね。でもね、もう地図あと、もう俺3個しか持てないからな、アイテム。ただでさえ、こいつ、このオタゲーマン、回復できないの、自分で。その上、アイテム欄が、この方も圧迫されてる。デビルカード。でで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 。限界が訪れてる。フロッグマン。いや、これ面白いわ。午後6時にやるゲームとしては、これ以上のゲームはない。晩飯前にやるゲームとしては。これをやった後に晩飯を食って寝る。今日の晩ご飯はよだれ鶏だし。この仕事は作成に向かった。
しんすけはレベルが上がった。最大、え、30、え ?30 でしたよね、さっきまで。7上がったってこと。攻撃力が4上がった。防御力が2上がった。財布を残していった !50%! では帰ります。俺にはホーリーが。あ？あれ？あれ？心の意志は何？心の意志と、引き換え、あ、やべ。まあ、いっか。140%あるってことは、あなた。もう盾が手に入るじゃない、私。武器。盾？17だったよね。23？ 6も上がっちゃったの？防御力が。ホーリー高えけど持ってくか。死ぬよりはマシだ。ポイズグリーンやめろマジでこいつ。おてつもねえぞポイズグリーン。あ、でも毒状態でも一撃で。なんてことだ。なんなんだよ。しかもこれ歩くたびに食らうのかよ。毒やばすぎでしょ。ねえ、してくれよ。ロケシ。あ、無料。うわ、無料だ。ブロケードは違う。やつとは違う。もうワンホーリー。よーし。西へ行くぞ、俺はもう。西へ行くが。デルデル、デルデル。のっぺら。今日は西へ行くぜ。今日こそは。逃げます。逃げれるだろ。回り込まれたってなんで？常にリスクがある。逃げろ逃げろ。こいつは常にリスクが付きまとう。もうフロックマン3体。やめろもうフロックマン3体。倒せねえんだよ俺は。倒せないんだよ。一人ずつしか。だからオタゲーのスピードも上がってきたぞ。オタゲーの精度も。フログマンを一撃で倒せるように。ハート！だからもうハートすらも。バック。お、ヘタレだ。選択した。選択しちゃいけない敵だったか。弱いね。ハートすらも。あん、ダイヤ？ふん。守備力26だ。消えろ。ダイヤモンドのように硬い。仲間が欲しい。一緒に戦ってくれる仲間が。一人一人オタゲーで沈めていく必要がある。仲間あいつらだぞ。あいつらでいいよ。一人組でいい。とにかく手数を増やさせてくれ。手数がないんだ。いやもうこれハートとかじゃ済まなくなってくるぞ。こんな済んだら。
まあ、キラービーってお前エポック社じゃねえか。エポックの手のものか。エポックメイキング。軽減しよう。中継地点なさすぎやろ、このゲーム。なんで次の街が一切存在しねえんだよ。中継聖地しんすけ。もう洞窟はいいわ。いいわもう。お前酒かねえよ。こうしてやる。戦うのかよ。オブリン。お上等だ。俺も気が立てたんだ。しばき倒してやる。これ避けなくてもいける場なんかやってして。すいませんでした。72の経験値。面白くなってきたな。途中まで俺は能力を使わせてもらう。途中までは途中までシステム。言い忘れていたな。俺は途中までは4倍速で進むことができる。よし、途中までシステム解除。ふう、やはりこの能力、寿命を削ってしまうか。今ので俺の寿命が3日は短くなった。使用を控えねば。ブロックも一撃かい。だが俺はどんどん強がっている。なんだこりゃ。モアイ、モアイとお見受けします。おい、なんでこのゲームには街が一切ないんだ。中継地点が今はモアイじゃねえだろ。今は街だ。何をするにも限る。鍵っていうか、あのゴブリン倒したいな、普通に。あいつ倒したくね。あのゴブリン俺は倒したいよ。鍵がないやつは終わりだ。戦士の友。シンスカはこれ以上持てない。え、戦士の友って回復だよね。おお、ええわい。洞窟はもうええわい。洞窟はもうええわい。あれ、これ村。ここはトイノの村でゆっくりしていき。いや、村ですか。南西の港マリ、港町マリ、ナンデルナンにはボートチーム。南西、南西か。ボート、さだけどわしらに家庭サンドラットがいるんや。ごっつお役に立ちますぜ。関西圏に来たよ俺。でも俺はもう持てない。北西にある湖に斧を織り込むと女神が宝をくれる、くれはるそうやで。北西にお城の廃墟がありまんね。そこにある死の商人中人はものすごい強い武器を取るそうや。イルガイもくれそう。
エルガイムマーク2くれそう。こないだサヤデの土地までよう来てくれたら、あんたの来るのをない首を名護市でずっと待ってたんやで。このカムの太鼓を持っていき、これは戦いに使うとええで。ええか、最後までくじけるんやないで。しかしそれ以上物を持ってない。持てませんよ。じゃあ、ホーリー。そなに何遍来てももう何もあげんもんなんかおまへんで。ええな。面白い。怪獣物語。ここまでやっただけで。私は仲間からあぐれたピクシーです。本当はずっと北のおこらに住んでたんです。それがどうしてこんなところまで。牧場のサンドラってどれでも150%あるだって。今年何あれ買ったらこれで移動できるってこと？ええやん。いや、ちょっと待てよ。漢字キウサギ。人数不利花々しいな。スプラトゥーンぐらい人数不利がある。スプラトゥーンだぞこれは。宝を。ドゥ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 。ダマス。ホーリー。さっき捨てたわ。さっき捨てたホーリーです。南西に行けっちゅうけど、どうやって行くんだ？これは。キラービール。大口。ちゃは毒毒行きます。で毒はホーリーを使う。で仲間だ、仲間が必要だ。その仲間は会いに行ったところでだよ。こっちのが強いんだから、こっち動かした方がいいだろ。ホテルマイオです。こっちを動かした方がいい。でまずどこにいるんだあいつ。そもそも道具ホーリー。ああ鍵を買わないといけないんだ。俺はそうだ。選手の友。あ高い。嬉しい。一日一個鍵を開けよう。一日一扉。よし、ここで能力発動。俺の固有能力。すでに行ったところには早足で進むことができる。固有能力を発動する。歌ってくれ。一人じゃない。わわわ。わわ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 わ。お、初めて来たぞ、ここ。なあ、ミリタ。あ、レベル上がった。そんなことしてる間に。最大 VP が45になった。え、8上がってない。万世か。攻撃力4。防御力3。いいですね。なんだあれ。さすがにこいつら相手にはだいぶやれるようになってるから。
タラドタッタッタッタラドタッドタンドタンドタラドドタンドドドドドドタンドタラドタンドダンマジダンジム毒に侵されたが強すぎるのよ、このゲームは。このゲームはさ、ちょっと待って、1個上げさせてくれ。神頼み頼む。いやいやいや、嘘だろ、冗談だろ、冗談だろ。一方で1、ドラクエでもこんなに減ったかな。4歩で1とかだろ、せん。あーでも間に合う、よし、ありがてえ。え、あどう、シルバーキーじゃあかんない。気が狂いそうだ。もうゴールドキーじゃないと開かないぞ。強すぎるやん、毒。ホテルマイオ。強すぎるやん。北かじゃ。北に行け、北に向こうへ。神頼み、ポイズノ、よし、能力発動。北へ向かえ、北へ向かうための能力。くそ、こんな能力がなかったらどうなっていたんだよ。能力があるから良かったものの。能力がない人は大変だな。もう最短でネオマイマイ倒したら終わりじゃねえか、これ。さあ、来たぜ。あのメラメラを一撃だと。時代は変わった。このメラメラなんかに似てる気がする。財布を残していった。メラメラの残した財布50円。ブロックデイビル、ビスケット。おお、ブロックデイビルをワンパンだと。なんということだ、という時代だ。なんという時代か。おい、死んでしまうぞ。ははっ、ゴロピカドン見るからに強いな。大地って誰だ、お前、お前か。大気じゃねえ。お前水だろ。お前大地だな。バブ。バブー！武器。川の服、大気の鎧。大気じゃねえかよ。お前がなぜ大気を。あ、川の、川の服？これな、始まき、ん？強くなった、強くなった。
い、また、またか。魔法使える？お前。もう魔力7だ。まだ覚えてない。まだ何も使えんのかい。西の島にはポッサルという部落がありますよ。部落。部落問題。ラーナルの町に私より綺麗な人はたくさんいるの。悔しいわ。キーヒ。ババ思いっきり引っかかれてしまった。ヒリヒリ。これも仕事のうちバブ。セルの先の階段へたどり着くには船が必要なんだ。僕、ここでは使えない。どこで使うんだよ、じゃあ。どこで使う？町広っ。無駄に。エハレッタの後ろへ。でも、町ほとんどないからな。一個一個、粘り強く探索しないと。南に行けばラーナル。ラーナルってどこ？え？なんだ、来たね。古事記がいる。私は旅を続けていたのだが、もう力尽きた。お願いです。水を一口いただきませんか。このままでは死んでしまう。お前、あげても死ねやん。じゃあ、あいつを成仏させるために、また酒かよ。ナイフ、戦士の剣。ラム。このホイポイカプセルに持っていきなさい。俺にこのシルバーキーを差し上げましょう。大して変わらんやんけ。あれ待て、シルバーキーないのか。火の会の勇者と大地の会の勇者とか初めに会うのが近道じゃん。おお、そのヒント。使わしてもらうぜ。俺はもうコリゴリよ。ん？どこだ？バブ！ 2 番目だ、バブ！なんかちょっと違うぞ。4番目だ。4番目の仲間だと俺は。バブバブバブ。ちょっと待てよ。すんげえ嫌な予感する、これ。威張った顔。弱すぎ、バブ。バブーン。お、ホテルが4ゴールドだ。バブへの配慮が。こんなやつどうやって育てろって言うんだよ。特技は？ここでは使えない。じゃあどこで使う？やばいやばい、これもう多分さっきと一緒で一人じゃないと倒せないよ、これ。一人じゃないと倒せないっつってんでしょうが。よし、ナイトストーカー。おっ、いける！ナイトストーカー。ちょっと、校舎裏に来い。さっきはよくもやってくれたな。こいつはお返しだぜ！チクチクチク。バブ弱え！輪をかけて弱いな。でもねえよ、それ。ナイトストーカーともう、互角の戦い。ナイトストーカーの方が強いんじゃねえか。よし、4パールゲット。さっきもやったぞ、この流れ。なんてオムニバスだ。これがあと2回残ってる。2回も楽しめるのか。
このご時世に。こんな本格派 RPG が。おい、もうやり直しじゃねえか、これ。逃げ直し。俺しかできんな、このゲームは。使命感を感じるわ。俺以外にできない。俺が救わなきゃいけない。おい、終始赤字だぞ。ついに終始が。もう武器も買えない。何も買えない。このバブを鍛えないといけない。このバブを一人前にする以外に手立てはない。ビロー。ふざけんな。まだいける。ここでナイトストーカー1体が出ればいける。まず敵1体を引かないといけない。敵1体引いてくれ、頼む。あとナイトストーカー2回倒せばおそらくレベル上がるはずだ。お、威張った顔、これいけるか。威張った顔、校舎裏に来いよ。戦闘中の時なんだそれ。エスケープ、いらんわ。あ、でもこれ逃げる時使えるか。このエスケープを使えば2人や3人演歌の時に逃げられる。待てよ、2人3人無駄な演歌を逃げられる。相当強いんじゃないかこれ。ひょっとしたらあの毒にする敵から逃げられるってことか。家のバブ、バブひょっとしたら強いかもしれん。バブの逃げ、これ出ても逃げればさ、 VP 使う、 VP 使う、全然いい全然いい全然いい、出現、全然いい。いや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 。強い。ただこれ体力の割合か5分の1消費とかかな。いやまあそんなのよ。関係なく強いわこれ。さすがにこれ消費にってことはねえだろ。レベル上げなくてもいい。まあ上げよう、さすがに。ニーヤしたビローン、ババババババン。バブ !VP が15になった。4アップ。UP が増える喜び。コイルが2、3。新たな魔法バブ！デビッテッド！待てよ。ホーリーで普通に浮き上がって、後ろに帰ってな。これで街に戻らず。おい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 。パブ？おめえさん、やるな。こいつ強えんだけど。何？最も必要な魔法2種。持ってんだけど、パブ。
QEL が大幅に向上した。ここが大事。これいくつ消費するから。2なら固定。3か!さすがに。ここ何があるんだ?おいおい、鍵が何もないぞ。早えな。でんでん。あ?ばあさん。どうやらお主が大地の貝を持つ者のようじゃな。宝の地図。四の地図。おう。海の上か。いいな、宝の地図システム。よまいまい!くそ、十兵衛じゃねえや。十兵衛はこれによく似たゲームだった。いいよ、死んでも。俺はもうご利用してるからな。あまりにも似すぎて。つい口走ってしまう。回復アイテム欲しいな。ブロッドフライ。回復アイテムさえあれば、あとは逃げればなんとかなる。エスケープで逃げる。もはや威張った顔も倒せる。俺は昔のバブではない。俺はもはや地道な作業が続いていく。バブ強えけどさ、もう一人来てくれよ早く。回復魔法がないとバブの真の良さが。エビテートアイテム買っていくわ。はい、アイテムグレイ。酒と水筒しかない。神頼みをくれ。神頼みがある。バブと神頼みの組み合わせ。俺は強えぞ。バブも加速する。バブブ。えい。中継地点まで加速だ。バブはレベルが上がった。最大 MP は19になった。最大 MP14。攻撃力 4。4? 新たな魔法?ペースだ。あ、マジックアロー。あぶぶ。バブブブバ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 ブブブブブ。まあメラ的なやつなんだろう。メラ的何か。お、洞窟はいい。えっちゅうね。マジックアローしてる場合じゃない。え ?4 も減る。そんなバカな。バンバンバン、バンバン、バンバン。お前なんか倒すぞ。バン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 。すげえ!しまった、戦ったのは失敗だった。威張った顔と戦ったのは。
まだだ。マジックアローがある俺には。マジックアロー !3 消費。弱すぎやろ、マジックアロー。弱すぎやろ、マジックでもアローでもない。神頼み。マジックでもない、アローでもない。俺は何度でも蘇る。俺ことバブは通常攻撃と変わらんやんけ。バブの旅は続いていく。弱すぎるだろ、マジックハロー。ちょっと待ってよ。通常攻撃と同じ威力じゃないのか、俺として。マジックハロー。何、必ず当たるとか。あの橋だ。この橋を渡れば何がある？洞窟がある。クローバー？俺は知ってるぞ、クローバーを。クローバーということは何かがある。墓？プレイヤーの墓。だだだだだ。敵出るの？骨男さん。だだだだだだ。お、逃げた、まさかの。神頼みーん。延命。延命治療。延命治療施す。ふん、俺に神頼み預けた。隙を見せたな。神頼みーん。バブに神頼み。これが怖い。これ怖。これ怖である。どうしよう。いける！うお！これはもしや！なんじゃ？ポッサラの村。え？ポッサラって、お？お？さっきの村じゃん。どういうこと？北の沖にあるサンゴ礁。え？いやでもなんか村の周りが全然違うぞ。方言が違う。そんなところを見ているのか。観察。確かに違う、方言が。関西人の村ではない。あの骨男の墓場を通り抜けてくるとはやはり本物の勇者だべ。そうでしょう。わしの村先祖から伝わるダゴンの鍵、人魚の祠で使うんだと。鍵とかじゃなくてさ、兄さん、でででサンドラット150。いや、サンドラットだ。荷物が増えた。余計な荷物が。おい。しゃあ。終わる気がしません、このゲーム。一生序盤が続く。俺の気が狂うまで。おい、何時間やったこのゲーム。
体感3時間ぐらいやってんだけど。体感3時間。能力発動。俺はこの能力により、すでに行ったところまで加速することができる。著しく体力を消耗するがね。最大 VP が22、17、3、魔法だ！財布を残していった。あ、財布ありがてえ。財布ありがてえぞ。よいしょ。ピローン。シルバーキーはないか。これはダゴンの鍵ではないのか。ここでは使えない。一本じっくり。じっくり終了。ナイトストーカー。勝てんぜ。財布がすげえな。能力終了。何？時計！エスケープ。これがエスケープだ。このラーナルは他のやつらはいないのか。いつものアイテムたちが俺を襲う。勇気のマント、戦士のロード、武器をくれ武器を。早口は免許改善になっておいた方がいいよね。オタクの早口。ホテルの親父ったら私にユロメを使うのよ。失礼しちゃう。使いそう。ハゲてるし眉毛つながってるし。バッドバジは愛の力に弱いときます。その愛の力の源の日本の剣キングソールドクイーンソール。それ日本じゃねえだろ。エゲレスの剣だよ、それは。空の城と海の中にあるときます。それはエゲレスじゃん。このシルバーキーか。北西にお坊がいる。また死にかけてるやつがいる。私はこの町の女たちによってたかってこんなにされてしまった。どんなにされちまったんだ。女怖いな。何が起きたんだ。吸い取られた、正気。南の海を越えていけばバルタリーの町。毎日配信させられたのかもしれない。シルバーキー。ここに何があるってんだい。ダンダラダンダラ。おばば。生麦、生米、生卵、さあ言うてみ。うむ、見事じゃ。言ってねえよ。早口初段授けよ。特技か。この町はなーに？編集しなくていいから毎日動画投稿してああなりそうだな。そんな声を毎日聞いてたら。やめてー。こいつらはまだ早い。の中継地点。まあそうだけどさ、早く会わせろよあいつに。いつ会えるんだよ仲間に。よバブよ。
バビン。93。ここ。とりあえず、監禁。監禁したよ。でもこれ魔法使っていいわ。レビテート。あれ？ここに戻るの？これ買おうかな、じゃあ。武器。勇気のマント。勇気のマント一緒。おい、これでいいもん。これでいいな。ホテルラーナル。これでよし。さあ、モアイまで加速だ。俺の能力で。加速度的に加速する。バブは。もう、狩られる側だな、威張った側も。もはや。これじゃない？ダゴンの鍵。じゃあどこで使えるんだよ。シルバーキーを持ってこいってことか。シルバーなキーを。違う。あれ今、あいつ死んだ瞬間に話しかけることができた。ウルテック。あのさ、合わせろよ。もうそろそろ。ずっとわけわかんねえとこ、住んでるんだよ俺は。ずっとだ。去年のクリスマスも一昨年のクリスマスも。ここかい。上等だ。加速してやるぜ。十分な加速。あ、なんだここは。加速もやむをやる。ほこりも舞う。あがくな、前前。さあ、扉が開いたぞ。これで先に進もう。お？砂漠では？砂漠では？鍛えさせる。お前はハートとスペード。うさ、いやでもこれ敵が一瞬でも全然地方は違う。何？ダゴンに捕まった人魚の祠にはダゴンの影。合わせ早く。やっぱり酒はうまいな。ここは養老の酒場。子供がこんなところに来ちゃダメだぞ。じじいしかいない。同じ顔のじいさんばかりで誰が誰やらさっぱりわからん。お前じゃあ洗面器を持ってきてくれんか。ねえよ。ビニール袋で。ブッゲロリンチョ。ダゴの鍵は北の原住民ブラック。もうそんなにいいからさ。いいんだよ、そんなの。
はよう仲間を食いやい。俺に。あ、しまった、逃げてる、にゃ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 。あ、終わった。はっきりとわかる。おい、終わったわけだか、俺。悪い、俺死んだ。限界まで加速させてもらう。歯応えあるな、このゲーム。うん、なんだこっちは。うん、誰だお前らは。これ倒していかんとダメだ。逃げてちゃう。ミリタを。デートがいい。僕はもう一人で。こっちか。投げ捨てられた空き缶のような互いのすべてを知り尽くすまでが愛ならば理想とは2年ろうか世界が終わるまで VP25、20、3、2、新たな魔法、あ、クロス、クロス、クロスは何が起こる？しかし何も起こらなかった。おい、戦闘中に使っても移動中に使っても何も起こらない。ひょっとして、毒治すやつ？いや。何が起きるんだ？城から脱出する感じか。城じゃねえ、洞窟。よし、ここまで来たぜ。シルバーキー。大都会に俺はもう一人で投げ捨てられた空き缶のような互いのすべてを知り尽くす。おお、いける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 。なんだここは。テナントか。お願い、じゃあ水を一口。ねえ、テナントが入ってる。テナントが4つ。サンマルクと王将と丸亀製麺。なんであいつしか入ってないんだよ、このテナントは。水屋しか。待って、クロスを使ってみるか。クロス。クロス。クロス。ウェルシアも入れてくれ。サイゼリアも入れよう。だがバブもたくましくなったな、ちょっとは。敵をまあまあ倒せるようになったんだからさ。ポポラマーマ欲しい。それは贅沢だ。ポポラマーマだいぶ潰れてるからな。さあ行こう。時は加速する。
そうだろ、フロッグマン。ドゥル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 。もう2時間もやってるね、今回。気が狂っちまう。さあ水だ。もう大丈夫じゃん。お主のおばばから宝の地図をもらってきた。どれどれ見せてみなさい。これは巻物の在りかを記した地図じゃ。この宝は太陽の城の遥か南の海に沈んでる。あのさ、そんなんええんじゃん。ええんじゃん、そんなん。いや、もうね。テナントか！テナントがない！存在しないテナント。もう俺は加速したまま行くぞ、こう。加速1。バブは加速を維持する力を手に入れた。あ、高速戦闘。どけ、ギロギロ。どいてくれたの。バブさん、回復魔法をお願いします。いっちょ。あ、これ上行ってないぞ。まずいぞ。神頼みを使おう。神頼みがない。ならば突撃。でででで。バブの旅は続く。バブ。バブバブ。これ以上早くなってしまっては。あ、こっちじゃね、間違えた。プッチ神父ぐらい今バブは早く動いてる。加速。それがわしの能力じゃ。ランマのパンダのものまで。何ぞ。40歳。45歳。クロース回復では？そうなの？お、上がった。攻撃3、3。そして加速。再加速。ダン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 。クロース！頼むぞ。何も起こらなかった。クロース。何の魔法だ？ラスボス戦で使う魔法か。もはや他の全ての攻撃手段でどうにもならなくなった時にクロースを使うと何かが起こる。ジジイ！ジジイの街。ははっ。俺は何度でも行くぞ。加速バブ。バブはすでに加速している。神頼み！素晴らしい。バブに神頼みは渡したおしめよ。こいつら一番おいしいな。程よく経験値を持ってるし。財布にも 40% ある。嬉しすぎる。嬉しすぎるー
これだけはやめてくれ。あんまりだ。クリアまでいじめはつき。上等だ。このゲーム、俺の寿命をかけてでも、俺の寿命が尽きてもいい。怪獣物語でクリアする。もう上行くぞ俺は。いいな。いいなバブ。ここからは新天地。従ってエスケープ。おい、7も減るぞもう。バブが。バブ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 。バブブン。そう、VP が。神頼み、もうちょい買ってくれよかった。頼む！なんとかなあれ。普通に逃げた方がいいだろ、これもう。俺も思ったけどさ。おい、期待値が。まあ、大丈夫。これ、3回目で逃げられれば、期待値が上回る。よし。まあまあまあ。平均。もうさ、そう。洞窟、トゥー洞窟はいいんだよ、もう。洞窟、トゥーザ洞窟はもう。仲間、仲間。バブちゃん、お、普通に行ける。こんなことは初めてだ。お、新天地まで来たぞ。これは。てて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 て。もうそろそろどっかしらと繋がってもおかしくねえぐらいあれだぞ。これは。そろそろどっかしらに繋がっとるやろ。これも。うわー、ついがあるー、もうついがあるー。ビシッ、ちゃんとした町だ。春が東の珊瑚礁に宝が見える。色白、まったくろくな客が消えしねえ。いつも来るのはのんべえのゴブリンが頭のおかしいおへんし。そしてもう一人頭のおかしい親父が。ノーザンっていう船宿があるわ。そんな情報いいんじゃん。え？頭がおかしい。でん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 。ふ俺は逃げるぜ。ホテルマリナデルペイ。高っ！おい、その昔南の森にあったお城はそのまま空に浮かんでいったそうじゃ。もうそんなんいいっす。もうそんなんどうでもいいっす。仲間に会わせてくれ。ほんの2600パール。殺してくれ。この町の密度、人口密度どうなってんの？スポーハッチ！普通にエスパーハットが。おお、神頼み。神頼み、もはやさ、すげえ有料アイテムじゃない、これ。おお、強くなったね、バブ君。はよーせっし。エスケープ無双だ、こっからも。もう一切戦わねえからな。戦っても死ぬしさ。
誰でも来い、逃げてやる、どんな敵からもな。お、サボス。ゲームやってたらハート、ハートならいける。ハート、お前に何が出てる。俺はバブやぞ。アイアムバブ。もういいわ、エスケープだ。アイアムエスケープ。いいわ、なんかあってくれ、頼む。寿命が近い。寿命がもうね、危ない。ハミダーノミンがもうあってもあっても足りないんだこれ。このゲーム調べたら致命的なバグが多すぎて笑う。致命的なバグ。お？あれ、なんかこれ見覚えあるような、なんか見覚えないこれ。お、気のせいか。いや全然違ったわ。このゲーム何を考えてんの、このゲームは。敵のレベルが下がってる。確かにな。フラワンダ、ウォーターアーム。これひょっとして仲間いるか。なんか空気がちょ、どけよお前、弱いだろ。この弱いってことはさ、序盤の街ってことだろう。ウォーターバーム、水。まずい、ここで死んだら終わりだ。いや、だからもう行くしかない。水か、むしろフィダンの街。フィダン、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 フィダン。あ？いや、そうじゃない、そうじゃない。違う、そうじゃない。お前だよ。ほいよ。水の階。いや、全然違うじゃん。全然違う。全然違う。1ミリも違う。だだだだ。クピクピさん。力は弱いが、回復の魔法。これがクピクピ。まだ覚えてない。将来性。将来性を変われたクピクピ。記憶しよう。記憶。
つきますよ、しまいには。60パール60パール、あ、あるってそういうことか。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれよ、このゲーム。殺してくれフロッグマン、ミスターフロッグ。未知のマップも加速。選手の友、加速だ。仲間に会うまで加速するぞ。リミッター外す。命の危険はあるが、俺はもはや命の危険も顧みんぞ。アブ34、2、3、新たな魔法、頼む、使えるやつを。ホスピー、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 バブにホスピ。終わったぞ。練り歩くぜ、我が家のように。ダイ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 。ウォーターは世界中どこまででも行けちゃう。渡辺直美みたいな。夢さえあればどこへでも行ける。私はと、あ、バブは仲間に話しかけた。バブはポヨンとパーティーを組んだ。意気投合した。どんな会話がされていた。二つの会が合わさってオマシーの魔法がつけるようになった。おまんし、おまんし、おまんし。あ、ない。かわいい。バブたち、かわいい。めちゃくそかわいい。あ、バブが主人公になった。おまっしーはみんな使える。おまっしー寄り添っていい。ガラガラ。じゃ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 。いやいや。どこのドイツじゃ。人第一が。人第一あいつみたいなやつ。どこの誰じゃ。とりあえずやつも。ホテルバンデルベルデ。バルベルデ。
買い物スペやりポヨンのやりよしよし早く仲間と会いなさい。いつまでも一人でいると必ず死んでしまいます。仲間に会わない奴の死亡率 100%、 100年以内の死亡率。これでの戦車はみんな怪物に殺されてしまった。しゃ悔しくて投げてくれ。仲間がいる奴の死亡率100年で 95% 軽減可能。南じゃ、お坊様は南におられるぞ。お坊はええわい。もう何でもいいから仲間に会わせてくれ。頼むよ。頼まん。仲間に会わせてくれ。北の海には宝。それはもう結構なことだ。まず槍買いたいな。バブにも槍を持たせよう。バブ槍を。うお、二人いるー。そうだろ。何バブのあのたくましさ。バブ。バブ。廊下に立っとれ。これがバブさん。バブが牽引する。何また町だと。最初の主人公は何なんだ。仲間が二人になったならボートを買って海の宝を探す。え、おかしいだろ。まずは人大地があいつってたやつ、なんだあいつ。あいつ何、ふざけんなよ。ゼゼペットじいさん。ゼペットじいさん。おお。半島のおこらに行ってごらん。金光。だだだ。もう行くわ、南島に。おお、これぞ祠。ぽよん。バブ。ジクショ。かわいいぜ。いや、かわいいな、これ、怪獣物語。私は旅のお坊様に心の石を持ってきたものに、宝の指示を渡すよう頼まれて。そんなのいいからさ、でももう今。ちょっと今、心の余裕ができたわ。三の地図。わかんない、わかんない。わかんない、わかんない。それはさすがにわかんない。もう二人一緒に攻撃。マリリンも倒す。チクチクチク。ちょっと待ってくれ。バブ、これで回復もできんだぞ。おかしいだ。バブの強さ。最強か。やばい！ポヨンが死ぬ。オスピアンギャー。え、魂が
霊界に。ポヨンは霊界に行ってしまった。あれ、バブが主人公になったのか。誤解。家族。仲間を守るためなら加速もできる。仲間のためだ。なぜそんな隅っこに回転しとるんじゃ。立地が悪すぎる。復活。みるみるポヨンの顔色が良くなっていく。顔色？あ、じゃあ魂は切り離されて死体と一緒に歩いてたってことか。死体を引きずって。そんな設定。あ、パール100じゃん。武器変えるじゃん。そしてキーも変えるな、シルバーキーも。俺たちは二人いるんだ。もはやキーを持ち運ぶこともできる。ちょ待って。罠が。バブだった。シャー！シルバーキー！アイテムが複数持てる幸せ。さあ行くぞ。やっぱこの並びが可愛いな。手を繋いでる。この並びだ。漫才師のように並びがある。ポヨンレベル上がった。最大 MP は15。最大 MP4。攻撃力3。ボロチャの魔法。毒刑事やったぜ。毒刑事。最強魔法。有能。ぽよ有能。いや、無能な奴なんていない。この世に無能はいない。全員有能だ。勝てんぜ、お前は。ふん。来たぜ、ぽよの出番が。マブの毒を消してあげてくれ、ポヨン。マブの体から毒は消えた。あ、もう MP 枯渇し。早っ。これ、経験値分け合ってるね、多分。全く手に入らない。二人で。二人倒して1点。計算が合わんだな。一人 0.5 じゃん。え？何これ？サインするやつで金が。バンデルベル。じゃあ赤ちゃんにサインさせた方がいい。で、そうや、これさ、別れるってあるんだよな。なんで別れるって。なんか、4人で進め、別々に進めみたいなところがあるのかな。考えてるだろうか。だから未だにパスボタンがあるんだろうな。バンデルベルデ。なんかハリーポッターの敵みたいな名前だな。バンデルベルデ教。さあ次はどこだ。俺はもう許さんぞ、お前を。お前たちを。殴るな、やめろ。ポヨンにマントを買ってあげなきゃ。マブ、マ
ハントを買ってあげよう。ポヨンちゃんに。VP が18633。お前弱くない？おや弱くねえか、体操弱え、毒消ししかできない、毒を消すことしか君はできない。だからポヨンの一撃が、追撃が効いている。追撃のポヨン効いてる。ポヨンの追撃が効いてるぞ。ええ、ちょ、全 HP を消費したんだけど、ちょ、何、なぜ全 HP を消費した今。仲間がいるとこうなる。こうなのか。よし。飯前の加速だ。腹減りの加速。リアル事情による巻き。最大 VP は21833。戦士の友。仲間の分も消耗する。あ、なるほど、そういうことか。いや、じゃあもうダメじゃん。バブは。ポヨンもだいぶ育ってきた。独り立ちもできるかもしれん。ポヨンの独り立ちを見守る。あれもう結構あるでしょ、今。113%ある。あのモアイまで加速だ。モアイ加速。よし、モアイに着いた。モアイまでの加速。おお、ここはイオンモール、モアイモール。さあ、どんなテナントがあるんだ。おい、空いてねえじゃねえか。なんだここは。このモアイモール過疎地か。廃墟。水を一口。なんで水がいるんだ、必ず。水加速。加速も禁じ得ない。だだ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 。水のためだ。人助けのため。財布がすげえな。基本的には資金源が敵の財布という。資金源は財布。やべえ！サインをするものを間違えてしまった。節約が。選手の友高っ。鍵はもう一個欲しいな。バブは盾がないのね。勇気のマント。ポヨン。革の服か。防具買ってあげよう。ポヨンヌに。戦士の鎧。しゃ。これでポヨンは硬くなった。硬ポヨン。守備力21。てか、バブもレベル7ぐらいだろ。そんなに変わらんの強さ。よし、親父、待っていろ。
ブブー。親父のためなら加速もする。水筒を渡すためだ。速度も上がる。さあ親父、持ってきたぞ。ハイスピードで。おばばから宝の地図をもらってきた。巻物がないか。殺せ殺せ。この擬音ごと。ちょっと腹減ったわ。腹減ったじいさん、セーブします。いやでも結構続けたでしょこれ。結構頑張ったでしょ俺。もうあと多分3回ぐらいでクリアできるぞ。それでは今日はこの辺で。ごちそうさまでした。